はい、こんにちは。私だけいれば問題ないよね。かすみちゃん編クリアしましたので、次のシナリオやっていきます。本当はこの可愛い可愛いまゆちゃんを先にやりたいのですが、順番通りみさき先輩から攻略していきますよ。関係ないけど、芹沢みさきって名前声優の沢城みゆきさんに似てますね。普通に何度か言い間違えてますよ。芹沢みさき、彼女は僕より一つ年上で大学のゼミの先輩だ。しょっちゅう僕に絡んできてはこき使う。でも明るく自由気ままな先輩に振り回されるのは、なんというかまんざらでもない。いや、やっぱり気のせいだ。周りのみんなから慕われていて、友達も多い、明るい人だ。いよいよね。何がでしょうか。コンビニのレジ袋有料化のことですか。おっと、危ない危ない。ヒントの表示をオンにしたままでした。今のは見なかったことにしてください。で、何がいよいよなんですか。はぁ、あ、何が。レジ袋じゃないなら GoTo キャンペーンですか。もちろんあれでしょ。あれってなんだよ。ここまで何も伝わってませんよ。もうすぐ学園祭じゃん。ゼミの出店絶対成功させようね。あたし早くたこ焼き食べたくて。あ、違う、たこ焼き屋なら大繁盛間違いなしって思ってるからさ。たこ焼き屋ってありきたりなんでしょうか。大学祭の定番といえばカレーか焼きそばのイメージですが、私の大学では演劇部が毎年出してるカレーが美味しくて評判だったですからね。一瞬本音が見えましたけど、完全に自分が食べたいから選びましたね。気のせい気のせい。試食の範囲を超えないレベルでお願いしますよ。だってほら、学園祭といえばやっぱたこ焼き屋じゃないの。提案したらみんなも OK してくれたし。まあ無難な選択ではありますからね。他にやりたいものがなかったら反対はしないんじゃないですか。先輩がやりたいって言ったからですよ。周りから慕われてるって言ってたし、先輩の人望もありそうですね。どういうこと。先輩のリーダーシップ的な意味で言ったんじゃなかったのこれ。でもちょっと面白そうだから、食べられそうを選んでみようかな。よし、ったら食われそうで。1周目は交換時にせず、好き勝手選んでいきますよ。そこまで食い意地張ってないわ。どうせ2周目で簡単に 100% にできますからね。まあまあそれはいいとして、ほら私は最後の学園祭だからさ、いい思い出にしたいの。最後ならなおさら好きなことやりたいですよね。思い出作りも大事ですよ。思う存分楽しんでください。留年しなければですよ。なんや先輩、単位やばいんか。授業にはちゃんと出てくださいよ。残念でした。この私が留年なんかするわけないじゃん。というわけで頑張って成功させようね。みんなでハワイ行けるくらいにさ。ハワイ旅行はちょっと夢見すぎですよ。それか全力でぼったくるのかな。頑張りますよ、先輩のために。行ったな、期待してるからね。サトル君ならきっと馬車馬のように働いてくれますよ。ああ、早く学園祭の日にならないかな。たこ焼きもだけど焼きそばでしょ、フランクフルトでしょ。さっきも言ったけど演劇部のカレーがおすすめですよ。人気だからちょっと並びますけどね。あとやっぱりは欠かせませんね。いいですね、やっぱり。売ってるところ見たことないですけど。いいねいいね。そして昼間から飲むビール、あー素敵。酒は出ないでしょ、アルコール販売禁止されてると思いますよ。酔っ払わないでくださいよ。コンビニで買っても着込んでも怒られるんじゃないかな。何言ってんの、私が酔うわけないでしょ。そうだ、手が空いたら一緒に出店回ろうよ。学祭デートなんて羨ましいぞ。私も1回くらいやってみたかった。もちろん全線制覇したいです。それはちょっと厳しいんじゃないかな。何やってるかよくわからない店もいっぱいありますからね。そうだね、私たちの本気見せてやろ。よし、それじゃ残り少ない準備期間も頑張ろうね。集まりにもちゃんと参加してよ。気合い入れてこ。学祭準備頑張るために授業サボって本当に留年とかはやめてくださいね。僕も楽しみです。先輩の留年は楽しみにしちゃダメですよ。うんうん、思い出作ろう。じゃまた明日。また明日、準備で何かイベントあるのかなと思ったけど、背景コンビニじゃん。これまたバイトだよ。最初のイベントはバイトからスタートなんかな。やばい。You don't know。 外国人のお客さんが僕に話しかけてきた。しかし何を言っているかまるで理解できない。適当な相槌でごまかそう。 OK OK、 Yes Yes、 Only Ali、 Let me see。 食いつきが良くなった。くこんな時ほんとたまにしか役に立たないあいつがいれば。リリアンちゃんご指名ですよ。お、ハッハプン。Can you speak English? Of course. Well, I have a question. ゆっくり
に英語喋らせるのクッソ面倒なんだけど。ふう、なんやその得意げな顔は。労働っつうのは大変だな。あんた普段働いてないでしょ。佐々木がチラチラとこちらを見てくる。そ、不本意ながら助けられてしまった。佐々木の持つ唯一のスキル、それは英語が喋れること。このバイトに入れたのもそのスキルを買われたからだ。大学もあるし結構栄えているみたいだから外国人のお客さんも多いのかな。しかし僕は素直に佐々木の手柄を認めるわけにはいかないのだ。褒めなくてももうすでにうざいですからね。なぜなら、見た、さっきの見た。なな？佐々木を褒めると調子に乗って働かなくなるから。絡んでくる分余計マイナスだよね。おい、なんで無視するん？ああ、頑張っても誰もリリアンを褒めてくれない。もうマジ無理、スマホしよ。結局サボるのかよ。お、どうやった？リリアンの活躍どうやった？はあ、もうわかった。すごいすごいリリアンさんのおかげで助かりました。だろ、わかったらリリアンの分まで働けよな。こいつ。ここまでうざいと逆に可愛く見えてくるよね。自動ドアが開いて軽快な音楽が鳴り響く。リリアンちゃんまたまた出番ですよ。いらっしゃいませ。おすおす。美咲先輩。へぇ、サトルがバイトしてるとこ見るの初めてかも。先輩が来るなんて珍しい。家この辺でしたっけ？今日は私があんたの見張り役。このコンビニいつも見張られてんな。この前たった一回学園祭準備の集まりをサボって以来、同級生の樹と美咲先輩に目をつけられてしまっている。こうして僕を見張りに来たのも集まりから逃がさないようにするためだ。もう逃げますん。それにこの前だってサボりたくてサボったんじゃないです。朝起きられなかったんです。そう言ってこっちを油断させる作戦かもしれないじゃない。その手には乗らないわ。今日はバイトが終わったらすぐに直行。たくさん話すことがあるんだから。もうわかりましたよ。公共性的にグイグイ引っ張られると講師にでもなった気になる。頭の中に有名な曲が流れてきた。ニクニックニクコップン、ニクニックニクコップン。なんか言った？なんでもないです。じゃ、適当に待ってるから、もうすぐ終わりよね。僕のスケジュールを完全に掌握されてる。ふふん、あたしを舐めるなよ。さすが美咲先輩だ、怖い怖い。ておい、リリアンちゃんを置いてけぼりにするな。なんだよあいつ、お前のこれか。佐々木は小指をずいっと突き立てて僕の目の前に突き出した。ふわ、違うって、親戚のおじさんみたいなこと言うな。そういえば佐々木は先輩と会うのは初めてか。佐々木って、ああ噂のリリアンちゃん。ほう、やっとリリアンが話の中心に。あれ、僕先輩に佐々木の話したことありましたっけ？いっちゃんから聞いた。よかった先輩はコンビニ覗いてなかったんやな。最近このお菓子にハマってるらしくて。ああ、確かによく食べてる。この辺りじゃうちでしか売ってないっぽいんですよこれ。へえ、ニッチな商品だな。売れてるの？そのニッチな層にバカウケっぽいですけど。バカウケは普通にメジャーなお菓子じゃないの。いっちゃんらしい。む、またリリアンをのけものに。このアホ系、さてはリリアンの下僕をたぶらかす気だな。ふわ、一体何言って？リリアンの下僕にはなりたくないな。次の瞬間、美咲先輩の顔がニパーッと明るくなった。先輩なんか怖いですよ。何か、それより。注文いい、喉乾いちゃったアイスカフェラテ一つね。はぁ、シロップはどうしますか？一つと半分ね。こだわりますね。これがちょうどいい甘さなのよ。先輩結構甘党なんですね。だから無視するなってアホ系。すかした顔しよってからに。何を無視なんかしてないわ。あたしは店員さんに注文しただけ。じゃあリリアンにも話しかけろ。店員さんはサトル一人しかいないみたいだけど。いらっしゃいませも言わない店員さんなんているの？ああ、そういうこと。美咲先輩佐々木をからかって OK 認定したな。キー。あはは、顔真っ赤。こいつなんなん、リリアンをバカにし腐ってからに。この。だんだん佐々木の怒りのボルテージが上がっていくのがわかる。攻撃力が上がりそうですね。この仕様最近まで知りませんでしたよ。突如佐々木が美咲先輩に飛びかかった。そのアホ毛引っこ抜いてくれるわ。お？ちょ、危な。しかし次の瞬間。だあ。おいおい大丈夫か？深く。陳列棚の角にスネをぶつけたらしくその場にうずくまってプルプル震えている。何やったんや。すみません、気にしないでください。時間だ、お先です。これ以上美咲先輩と佐々木の二人を相手にするのは面倒だったので、僕はさっさとこの場を切り上げ立ち去ることにした。次は買ってやるぞ、見てろアホ毛。これ他にお客さんいたら普通にクレームになるよね。キリがいいのでここで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。